八幡町で今朝早く70代の女性がにに襲われ腕などに怪我をしましまた女性は庭先で襲われたということですが、現場には熊のものとみられる足跡が残っていますきょう午前5時前、矢巾町北伝坊寺の農業、田村敦子さん71歳が、花を摘みに自宅の庭先に出たところ、熊一頭に襲われました。 田村さんは左腕を数箇所引っかかれたほか逃げる際に転倒して右足にすり傷を負い病院で手当てを受けています命に別状はありませんクマは体長1 3 0ンチほどの成獣とみられ田村さんの自宅近くにある畑ではスイカやトウモロコシが食い荒らされていました行方は分かっておらず警察や猟友会がパトロールをして警戒に当たっています現場周辺は田んぼや畑が広がっていて住宅が点在している場所です